通る通る、玉川通る。朝日新聞縮小団が関連してる朝日新聞グループのテレビ局の正社員の玉川徹、再び玉川徹、お前何やってんだよ、どうしちゃったんだよ、すげえ心配だよ。お前平社員なんだろ、大丈夫なのかよ。こないださ、ハンセン病と新型コロナの件、むちゃくちゃな混同をやらかしてお前詫び入れてたよな。でもさ、あれだけじゃねえんだぜ、みんなお前のこと心配してんだぜ。意味塾も元大阪市長、大阪府知事の橋本徹さんから名指しでお前の番組批判されてたよ。俺さ、一応橋本さん知ってんだけど、橋本さんそれ勘弁してくださいって思わず涙出てきたわ。そりゃそうだよな、毎日毎日 PCR ってさ、お前さ PCR 心理教みたいになってんじゃん。で検査を増やすと何になんのなあ、お前確か検査増やすと検査増やすなんかいいことあるっつって言ってなかった？ごめん、俺でさえいまいちそれ把握できてねえわ。で検査増やしてさ、まあ2週間後には死亡者も重症者も増えるんじゃねえかっつってたけど、もう6週間経っちゃったな、と俺な、まずかったかもしんねえな。俺もヒヤヒヤしながら見てたんだよ、お前のことが心配でさ、どうすんのかと思って。でさ、この間さ、まあお前の番組じゃなかったと思うよ、お前の番組じゃなかったと思うけど、大浜崎拓磨さんって人ね、まあ、データの人ですけどね、プロの人ですけど、テレビ局から依頼があってね、GoTo が感染拡大に寄与してるってデータくださいって言われて、いやーって言ってね、県外またぐ移動だって帰省とは限らないし、そもそもね、そういう長距離の移動のデータも把握できないしみたいなことを言ったら、1週間梨のつぶてで結局ボツになったみたいな、まさかお前の番組じゃないと思うけどな、それは平気だよなと俺な、うん、そう思うけどさ、ちょっと最近あれじゃねえか、 PCR 心理教厳しくねえか。まあこの間お前のとこの教祖のな、上正弘さんって人がメモリのえれえごまかしやってさ、左右のメモリ違うっつってさ、でそれまたこの間またなんかビジネスジャーナルかなんかにそれ投稿してて、高橋洋一先生にまで怒られちゃってさ、お前の番組も出さなくなったからいいんだけど、大丈夫なの徹なあ、ほんと心配だぜなあ。なんとか派遣で上がってきた青木は潰したかもしんないけど、今ほら春江がさ、渡辺エンターテインメント入っちゃって、ある意味お前の地位ちょっと脅かされてたもんな。お前正社員だけど大丈夫なんかな、俺ちょっと心配なんだよ。お前まさか上正弘と同じでジェラシー感じてんじゃねえのか、お前男の嫉妬か、お前大丈夫か徹、お前のことすげえ心配なんだよ。ストレス溜まってんだろ、はっきり言ってなあ、ステイホームで体動かしてないからなあ、ストレス溜まってんだろ、待ってるぜ、ファイトビットミット打ちでストレス解消やるかな、 PCR 心理教って言ってさね、ワンツーフックストレートだよな、それでミット打ちの世界チャンピオンもう一回目指してみるか、俺と一緒にお前のために2ヶ月無料にしてやるから、いつでもファイトヒット来てくれ、秋葉原、渋谷、新宿、池袋、六本木にもあるわ、テレ朝のすぐ近く、六本木のファイトビットでお前のこと待ってるぜ。あ、でも今人数制限だからな、人数制限あるから、予約取ってきてくれ、待ってるからな徹、ストレスお前溜まりすぎなんだと思うよ、だからさもう一回ミット打ちの世界チャンピオン目指そうぜ。